外国人に優しい街づくりが進む日高の浦河町。この夏、町が始めた新たな取り組みで2人の助っ人がやってきました。はい、スニエスニエ。はい、アビーモンスーンチャイパーティーシルカレンゲ。オールアップサビコインテザーカネケリーソーリサムジージって野菜をスパイスで炒めた家庭の料理です。インド人が急増する浦河町、新たな取り組みとは。人口およそ11,600人。少子高齢化が進み、競走馬を育成する担い手不足に悩んでいた馬産地の浦河町。そんな町に救世主として現れたのが。どこから来ました？私インド。お仕事は何しますか？仕事馬です。騎乗員としての技能を持ったインド人が徐々に増え、今や300人近くの人が浦河町で暮らしています。最近は浦河町に家族を呼び寄せ、家族で暮らすインド人ファミリーも増加。38人が家族滞在の在留資格で浦河町で暮らしています。急激に増えるインド人に、役場のヒンディー語担当者は一人だけ。病院に付き添っての通訳や、インド人向けに資料の翻訳など、ヒンディー語がわかる人材の確保が急務でした。ヒンディー語のができる人材っていうのが、やっぱり町でも不足してまして。そこで役場は、国の制度、ふるさとワーキングホリデーを使って人材の確保に動きました。学生とか社会人の方とかも含めて、浦河町でホリデーを楽しんでいただきながら、せっかくだったら浦河町のインド人の方とコミュニケーションを取ったりですとか、ちょっとそういう通訳のお仕事とかをしていただきたいなってことで。これは国が地方の活性化のため始めた取り組みの一つで、都会の学生などが休みを利用して一定期間地方に滞在し、地方の生活や文化を働きながら学ぶ、いわば国内版のワーキングホリデーです。役場では今年から新たにヒンディー語人材の募集を始めました。役場自らこの制度を使って人材の確保に動くのは全国的にも珍しいそうです。こうしてこの夏、浦河町には縁もゆかりもなかった2人が、道外からヒンディー語ができる強力な助っ人としてやってきました。1人は大阪の大学3年生、八尾さん。ヒンディー語専攻に所属しているので、普段からヒンディー語に出会っています。浦河町の実情についてこの目で見たいと。そしてもう一人は、ヒンディー語の講師や国際放送ラジオのヒンディー語スタッフを務めるなど、東京を中心に仕事をしている社会人の堀越さんです。たまたまワーホリの情報を見つけて、でしかもヒンディー語できる方募集ということだったので、今回来ました。役場では新しく小学校に入学するインドの子どものために、入学のしおりや学校生活の心得などの書類を翻訳したり、郵便局の職員向けにヒンディー語の例文集の作成などに取り組みました。そして2人は2週間にわたる浦河町滞在の集大成として、日本人とインド人とが交流するイベントを企画しました。日本人とインド人の交流っていうのは、この町におそらく不可欠。よっぽど何か機会がないと触れ合うことがないじゃないですか。特に外国の方ってなると、こうなんとなく知らないからこそ
こうどう接したらいいものかみたいなのはあると思うんですけど。はい、すにえすにえ。はい、あびモンスーンチャイパーティーしゅるかれんげ。おー、あぷさびこいんてざかんねけりそり。今月13日に浦河町内で開かれたお茶会、モンスーンティーパーティー。日本人は地元の高校生など13人、インド人は子ども10人を含む21人が集まりました。会場では参加したインド人が作ってきたインドの庶民的なお菓子ジャレービーも振る舞われました。すごい甘くて日本の文化とはまた違ったいろんな食感とか味が楽しめるのですごくいい経験になりました。何か一つ分かりやすいことを教えてほしい。ヒンディー語のそっこさっに イベントのクライマックスには彼女らの出身の町インド・ラージャスターン州の宮廷舞踊グーマルが披露されました。食べて話して踊って。参加した人たちはお互い遠目で、ね、いるなっていうぐらいでコミュニケーション全くなかったんで、こういう交流がね本当あってとても良かったです。イベントの企画からヒンディー語の通訳としても日本とインドの架け橋として2人は交流の一役を担いました。すごく優秀な方2名に来ていただきまして、本当に間近で見ていてもヒンディー語を使いながらもう楽しくお仕事をされている姿を見ると、あ、やってよかったなっていう気持ちでいっぱいです。浦河町は不足するヒンディー語人材を補うため冬の期間にも2人を募集する予定です。地方でホリデーを楽しみながら働き、町の課題解決にもつながるふるさとワーキングホリデーで人材不足を補う輪は広がっていきます。学生のうちだからこそ早い段階で体験させていただけたのもすごく価値のあることですし、でここで携わらせていただいたお仕事、あとはこう生まれたインド人との関係っていうのはすごく財産だと思います。あ、もうちょっと全然痛いです。また浦河に来て何かやっていただけそうですか。はい、あ、そうですね、それはもう 100%、はい、また戻ってきたいなと思います。